もチャボくんゲームやさウラプリ2021どうやっていこう。今回はセリア投票 FP ガチャから登場した FP イブラヒモビッチ名称やっていきたいと思います。数々の名言伝説を残しているイブラヒモビッチ、足元の技術はもちろん決定力も高く、ヘディング能力もあるんでフェンスからしたらね絶対嫌な選手ですよね。握力97、フィジカルコンタクト96、スキルも豊富で足裏コントロールにヘッダー迎えているライジング、シュート系がねかなり多くてスルーパスとか持ってるので味方との連携も図りやすい。さらにプレイスタイルポストプレイヤーということで相手に背を向けたプレイが得意なのでそれをガンガン活かしていく。能力もっと高くても多分いいぐらいだけどね、正直それぐらいね強い選手なので AC ミラン絶対的ストライカーイブラヒモビッチ、早速召し上げましょう。ゴッ王様イブラヒモビッチ行こうぜまさかのイブラ1試合目から絶不調。イブラはねうまく使っていきたいんですよね。さあイブラヒモビッチが一瞬ですよ。王様イブラのね一瞬ね、やっぱポストプレイヤーなんですけどあの辺でね抜け出す動きもあるんでそこ強いね。さあキャンベルのこのギリギリキャンセル、ソルキャンボーですね。うおー、え弾を抱えてる誰だこれは、ルーベンディアスか。さあということでもうイブラのなんか圧力みたいなね、チェフがもう圧力に屈してしまったみたいな感じで、チェフがあんなミスをするとは思えないんでね、イブラのなんかリーダースキル的な必殺技みたいな感じでイブラのオーラが発動しましたね。さあということでね、まだまだどんどんイブラいきましょう。イブラ伝説まだまだ行こう。やっぱ伝説残す選手ですからね、困ったらねとりあえずイブラに入れるというね、それができちゃうんでイブラヒモビッチの場合ポストプレイヤーは生かしたいんですけど、ここでどうするかだよね。お相手がずれた瞬間を狙いたいんだけど、ここ来たイブラ強い、フィジカルイブラっぽいイブラっぽい、そのそれイブラだもん。フィジカルイブラっぽいオーケー、イブラドリブルキレッキレ、アヤックス時代のイブラのドリブルを思い出しましたね。あの何人抜きかもう分かんないレベルのイブラ、シュートがあるんで強力な、それによってキックフィンとかねより引っ掛けやすいというか強いですね。どんどんイブラいこう、ハットトリックいきたいですね、もしくは複数得点狙って、ハーフ超イブラ、おいいよイブラヒモビッチ、オッケー、さすがのポストプレイ。そこあのエリアのやっぱ体を張る圧倒的なフィジカル、そこに圧倒的なテクニックを持っている、それが王様イブラヒモビッチ。あーいける、嘘入っちゃう、イブラハットトリックしよう、これよっしゃー、たまらねえ今のナイスラ、これよっしゃー、たまらねえ今のナイスラ、これ来た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 、イブラ時代イブラがもう本領発揮し始めました。こうなってくるともうねあの手のつけようがないですからね。いいね、来た、開いた、開いてる、いやどうどう、いやーマジで最高、いやどうどう、いやーマジでえぐいっすね、パワー系と見せかけてのテクニック、キーパーの裏をつく、あれもできちゃうと最高だぜ、もうイブラ。オーケー、ということでイブラヒモビッチ4得点のこれが王イブラで全部の得点最高でしたね。まずここここのキャンセルからの振り向き左、そしてここもキックフェイント系、さらに2連入れてあげてからのループシュート、キーパーの頭上を打ち抜くね、パワー系で打つと見せかけてのイブラのこのテクニックあるシュートも炸裂だ、もう言うことない活躍ですね。不調でねこんだけ得点系で本当にハッとしてくれたからね、イブラヒモビッチの強さが証明されましたね、得点力半端ない、一回当てよう、強い、これがポストプレイです。そしてこの間にネドベドが上がる時間を作って、
そしてここでね、ナイス強っ、フィジカルがえぐい、ドラッグバックからのフィジカルがすごい、イエス、よいしょよいしょ、ループイブラ落ち着いてるぜ、もうこれ乗ってきたね尻上がりというかだんだん来ましたね、いやーヒールからのほっ、いやー惜しい、ソルキャンボー、ソルキャンボー、僕の名前はソルキャンボー、イブラが行く、もう一個行こう、もう一個ここ、そしてフルパワーライジング、一個行こう、もう一個ここ、そしてフルパワーライジング、 OK で、ここでゲップセン、イブラヒモビッチつえ、圧倒的イブラだったね、もうなんかもうプレイスタイルイブラヒモビッチみたいなそんな感じのプレイしてくれたね、ラスト試合イブラ早速行きましょう、王様イブララストマッチ行きましょう、こちょ、 OK、 調子安定してきましたね、後半前半の方なかなかね不調とか来やすかったけれども、イブラヒモビッチこの試合も頼んだ、もうだんだんやっぱり得点のね、もう本当に調子の良さが現れてきたね、いやーロナウド完璧な動き出しだ、あ、オッケー、これはギーバー出てますね、イブラダイレクトループ。よし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 、早速同点追いついて、こっからですよ。ダイレクトライシェーン炸裂ダイレクトライシェーン炸裂、王様イブラはね一瞬で逆転できますから、いやーライジングがね鬼の炸裂の仕方しましたね、さあここはビエラかわして強い、フィジカルが取られはしたけどね、イブラヨビッチ今のもう完全に狙いってますね、イブラ大得意のゴラスト、ということでイブラのねライジングミドルも炸裂して気持ちよかったですね、ザ・イブラヒモビッチみたいな豪快さをね表しますね、このシュート今回はセリア投票 FP ガチャから登場したイブラヒモビッチ FP 名称でした、ミランでの活躍今後も期待ですね、ということでねまたいろいろ使ってしまう、ということで皆さん遊びに来てください、イブラヒモビッチ最高でしょ、どうせのバブ、ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイプレイプロー。